はい、皆さんこんばんは、レイです。今日の動画を始めるにあたってまずちょっと告知をさせていただきたいんですが、11月の13、14、15の3日間にわたって、MV アグスタディーラーの金城 IB レーシングさんで金城 IB レーシング MV アグスタデーというですね、モーターショーに代わる MV アグスタの展示会そして試乗会が行われます。で14の土曜日については1日3回僕のトークショーを予定しております。その日にですね、僕が乗ってる MV アグスタの話であったり、まあ、今の MV アグスタがどうなのかというような話をですね、したいなと思っております。当日ですね、朝から晩までおりますのでぜひ皆さん遊びに来てください。でそして試乗会でですね、新しい MV いろいろ乗れますので、それはあらかじめ申し込みが必要なんですけども、概要欄にそのリンク入れておきますので、そちらもですねお忘れなきをお願いいたします。もうですね予約がたくさん入っているそうなのでお早めにお願いいたします。で実は今日ですね、先駆けてその何台かバイク乗らせていただいたんですよ。ブルターレとブルターレのドラッグスター SCS モデルで、それとスーパーベローチェとブルターレ 1000RR、あとですね F3800 も乗らせていただきました。で僕が持ってる F3 が2018年式なんですね。で今日乗ったのが2020年式なんですけど、全然違う、別物、全くの別物ですね。まあ、何が違うかっていうと、まあエンジンのマネジメントが違うからもう別物になってて、スロットの付きが変わればサスペンションの動き方もまるで変わるので、もう本当年長一つでバイクって変わるんですよね。そこがですねすごい良くなってました。僕の18は決定的にノーマルがダメだったので、それ直すのは結構な、いろんなことが必要だったんですけども、まあ、ジャムさんにですね解析ですとか、まあ、リセッティングいろいろお任せしてやってもらって直せたんですけども、まあ、直すまで相当な手間とですね予算かかっているので、ノーマルでそれが最初から、まあ、かなり直っているというところが2020年モデルのアグスタのいいところだと思いますので、ぜひ試乗して、確かめてください。でここからがですね息抜きの時間です。皆さん一日お疲れ様でした。今日もですね出張先の、ホテルにやってきております。さっきコンビニでですね、おやつをいろいろと仕入れてまいりました。まあミネラルウォーター当然ですよね。でまたちょっと違うタイプのミネラルウォーター、これも必要ですよね。これですね朝ごはんです。でこれ見たことないから買っちゃいました。すごいですね、麺の神と書いて女神、女神。さあこれ美味しいんでしょうか、どうでしょうかね。であと明日の朝飲むヨーグルト、生きて腸まで届く乳酸菌、飲むヨーグルト、いちご、これ飲みます。あとですね、まずおやつ的なところでですね、ハッピーターン魔法の粉 250%、 これ硬いやつですよね。あとこれ、おせんべいですね、こんなの買いました。こんなラインナップでですね今日はここのホテルの部屋でまったりと過ごしながら、明日の仕事の準備とかをですねしていこうと思うんですけども、まあ最近もう冬になりましてですね、だいぶ寒くはなってきて、今日ももうびっくりするぐらい冷えて、この間週刊バイク TV の収録の時に、まあ、寒かったんだけど秋晴れって表現使いたくて、でその時の相方がアナウンサーのゆきちゃんだったので、秋晴れってさ今使っていい言葉なの、暦上どっちなのって聞いて、で番組のディレクターの O ディレクター、通称略して OD がですね、まあ、この間立冬も過ぎたんでもう暦上は冬ですよって、じゃあ秋晴れってまあ冬だけどまあいいんじゃないですかっていう話になって秋晴れって表現使ったんですけど、そこは暖かかったのにそこから先寒くて、最近もう着るもの困りますね。で僕最近まあ、通勤とか移動とか、ここのところこの1年2年ぐらいですね、100% 車移動なんですね。でバイク移動全然してなくて、でバイク通勤がしたいなと思って、でまあその事務所の界隈ですね、東京の好きなエリアをこうお散歩してから会社行くとかしたくて、でそれでなんか普段使いしやすいバイク欲しいなと思って、ダイグ売却してテネレに買い替えたんですよ。でそのテネレをですね近所 IB レーシングさんに預けてカスタムいろいろしてたんですね。部品いろいろ変わったところももうすでにあるんですけども、それはテネのちょっと紹介動画別に作りたくてですね、で細かいところで、ブラックアルマイトをいろいろしてたんですね。ノーマルでシルバーの部分がいやこれ絶対黒い方がかっこいいなと思って、で金城さんどう思います、いやここは黒でしょうとかいう話でお任せして、真っ黒欠けになってですねバイク帰ってきました。すげえかっこいいですよ。
めちゃくちゃね、こうメトロポリタンエンデューロ何のことやら、みたいなバイクになっていて、すごいかっこいいんですよ。それで通勤するのが僕今楽しみでですね、まあ、今日それもですねちょっとちらりと、見せてもらってきました。あと僕の F3800 のですね、まあ、カスタムも一気に進んで、なんかいろいろ変化がありましたね。ここのところいろいろとね、気づけばというような、なんか特にこの11月はもうスケジュールがもう本当おかしいことになってて、休みっていうか体動かさなくていい日がなくて、なんか長期出張とかがバンバンあって、今月はですね、まあ、例年通りの忙しさに戻れたっていう感じですかね。で12123と、なんかもうこの先もおおよそのスケジュールがもう見えてきてるというか、でさらに12月からは、全く新しい超ビッグな仕事が始まるのもあって、それもすっごい楽しみにしてるところでですね、だから乗れる時にバイク乗ってきたいなと思って、まあ、テネレのカスタムをですね進めてきたんですけども、それがようやくスタートできて、ここからテネレライフがようやく始められるかな。だから12月からですかね、バイク乗れるんじゃないかなと楽しみにしています。であともうそろそろ iPhone 12 Pro Max が届くはずなんですけども、まあ、出張先にいるんでいつ受け取れるかなんですが、あと PlayStation 5が一次抽選ソニーストアで僕落ちてて、二次抽選を待ってるんですけど、それがどうなるのかなんかよくわかんないですね、まあ、返事待ちとか動き待ちなところですね。であと、まあ、今日もこれキヤノンの EOS R6 で撮ってるんですけども、今日はちょっと色味を変えちょっとこう生々しい感じ、まあ、顔が油出てるからそれがテカってるだけなんですけど、こうなんかいろんな絵が撮れるんですね、キヤノン。それが面白くて毎回ちょっとずつこうなんかカメラいじくりながら楽しんでるんですけど、これのレンズがですね12月の下旬、まあ、年内ギリギリのタイミングで、レンズも届くので、ちょっといろいろ遊んでそれも試したいなと思ってるところで、であともうあれですよ、僕そのホワイトタイムでスノーボード、ベクターグライドのブランドのスノーボードの板とかですね、ウェアとか、まあブーツビンディングはもちろん、いろんなものを買い揃え始めてるんですよ。今年の冬はスノーボードも行きたいななんて思って、最近忙しいですね。 CBR250RR も今来てるし、で、まあ、屋上ハイエースもあるし、で屋上ハイエースがあるおかげで自分の R1 もいよいよまた再開できるし、なんか仕事ばっかり最近してるんですけど、まあ仕事っていいですね。その遊ぶための軍資金って仕事でしか生まれてこないんで、それをコツコツやって一気に遊べるようにと、なんかずっと準備してきてたことがここ最近図らずも一気にこうなんか花がパーって咲いてきてるみたいな、すごい変化を感じていてですね、楽しみにしているところですね。あの最近バイク部員ともあのサーキット行ったり遊んだりしてるんですけど、この11月はなかなか自分の体が開かなくて遊べないんですけど、12月寒いとはいえ、まあ、雪さえ降らなきゃバイク乗れるので、12月は12月でまた例えばツインリンク持ってきたり、筑波サーキット行ったり、あとミニコースでは、那須モータースポーツランド行ったりとかですね、いろいろ遊んでいこうかなと思います。あとそろそろレイブログのオフ会やりたい。そろそろやりたい。なんかもうみんなこういうね、こういう対策してればそろそろいいんじゃないですかね。まあ数増えたりいろいろしてるんですけど、まあ自己防衛するしかないんですが、自己責任自己防衛というのはまあ大人当たり前の話なので、それやりながら、イベントをそろそろ再開していきたいなと思っております。まあ、串谷仙台と YSP 仙台に行った時が、まあ、いろんな方とお会いできて、やっぱめちゃくちゃ楽しかったんですね。でバイク部で遊んでるのも楽しいんだけども、それ新しい人たち会うのもまた面白くてですね、で先日やったあのレイブログ総公開第2回形改め串谷ライディングミーティングトレーニングセッションという、イベントの時もですね、いろんな方とお会いして、サーキットデビューできましたって帰り際にわざわざ報告に来てくださった方が何人もいらしたんですよ。で体験クラス、つなぎクラス、それぞれありましたけど、本当にその初めて走ることができましたという方がいっぱいいてですね、また一緒にそのなんていうんですか、沼にはまってくれる仲間が増えたななんて思ってるんですけども、まあこの冬、春に向けて準備する方もいるでしょうし、冬からシーズンインするという、まあ、ウィンタースポーツ系の方々もたくさんいらっしゃると思うんですけども、僕は比較的冬はちょっとおとなしめにせざるを得ないななんて、モテギなんかも路面カチカチで走るの怖いしと思ってたんですけど、それならそれで別の遊び方をですね、今年はコツコツ用意していたので、2020年半分遊ばずに来ちゃったので、後半戦から遊ぶ準備がいよいよ整いつつあって、2021年は遊びまくれるようなそんな年にしたいななんて思っているもう年末ですよ。
もう今年2ヶ月ないんですよ、2020年。早いですよね、本当に。あっという間に時間過ぎていっちゃうので、全力で遊んでいきますんで、タイミング合う方一緒に遊びましょう。なんけどホテルの部屋からお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。以上、レイがお送りしました。